さんこんにちくまちゃん、こんにちくまちゃんです。ラッコでございます。ちょっと次の準備をしながらしていきます。9月半ばというのに暑いですね。今日も京都で。まるこさんこんにちは。こんにちはです。こんにちくまちゃんです。おー、シーさん、サカツ、デロリーさん、初訪問ありがとうございます。ハラミさん、こんにちは。こんにちくまちゃんです。ゆうくん、こんにちは。こんにちはです。ムーさん、おはくまちゃん、おはくまちゃんです。皆さん、来てくれてありがとうございます。今のうちにしようとは思ってしておりました。ソロさん、フローキラーありがとうございます。皆さん、お疲れ様ありがとうございます。いい場楽しんでくる。今前にありがとうでした。でも、あのホラーナイトの楽しみ方を教えてください。今度行くんですけどね。なんかそう友達もさ、千葉から来るからさ、あのね、どうするってなってる。友達と一緒にどうしたら楽しめますか。でもハリーポッターをメインで行きたい。ちょっぴりケンチャリシェーブンさん、おはくまちゃんと、おはくまちゃんです。みんなヤッホー、ヤッホーさんでございます。今日雨予報みたいだったけど、無事雨じゃなくてよかった、よかった。雨降らないっぽい、なので安心ですね。安心だ安心だ。ヤルさん、おはくまちゃん、おはくまちゃんでございます。今起きた。いっぱい寝たんだね。いっぱい寝たんですね。いっぱい寝れた日曜日ですか。なんか3連休の中日だから、キューズモールはいっぱい子供がいましたね。子供、家族連れ、子供連れと、あとはあの普通に遊びに来ている学生とか中学生とか多かった。日曜日っていうのをすごく感じた。ヘイ、こんにちくまちゃん、ハマってる顔持ち、かわいい。肉球もついてる。クマの肉球ってでかい、かわいいよね。かわいいだけ、かわいいやつ。パンダみたいな肉球でしょ。肉球ってでもやっぱかわいいよね。なんかライオンとかにもかわいい。猫と一緒だからさ。そう、ソロさん、ハートありがとうございました。ごめん、起きれなかった。でもファンシーはね、まだまだ今日もライブあるから。17時10分はかっくんちゃん、ちらーっと、こんにちくまちゃんです。こんにちくまちゃんだよ。ホットドッグとコーラで荷物満行くで。荷物満、確かにフードコートとかめっちゃすごかった。席のさ、取り合いだったね。すごかった、すごかった。日曜日のお昼時は大変だね。皆さん、ありがとうございます。
確かにパンダにも見えるね。パンダとね、色が違うだけ。気になるこれ、何か色が違うだけですか。相模さん、あまりありがとうございます。なんでさ、あまりなの、なんであまりなんですか。ふみしげさん、まほかちゃん、やほー、ふみちくまちゃんです。やほーさんです。みなさん、他の夢見た。あ、夢に出てきた。夢に出てきたの。じゃあ出演料をいただいちゃおうかしら。たてさん、こんにちくまさん、こんにちくまちゃんです。やっほー。一日券そこそこいいお値段するんでしょう。年パス。私はやらかしてる。あのね、絶対に年パスをね、買った方が良かったって思ってる。あのね、今年行くの3回目なのね。行くの、今年ね、ユニが行くのか。でもね、全部ね、年パスね、買うとしたらね、一番ね、買うとしたら一番お安いやつにするから、それがね、全部ね、多分ね、除外日とか で3回目だから、もう絶対に前回にとかに、最初とかに年パスにしといた方が絶対得だったって思ってるのよ。で、ハリーポッターのクリスマスのやつに、あ、クリスマスじゃん、ハロウィンに行くけど、クリスマスも行きたいから、そうなったら次こそ買うべきと思って、今ね、すごく悩んでる。次こそだってさ、ね、買ったらさ、だってね、そうと思ってさ、絶対に絶対にさ、買った方が良かったと思って悲しんで、1回目、一番最初行った時、買えばよかったってものすごく後悔をしております。辛いと思って、なんかね、そんなに運がいいのか悪いのか。しかもでも今年こんなに行くと思ってなかった。そう、なのでね、あれれれれってしてます。さてさん、ロックダウンお疲れ様でした。ありがとうございます。2本主催ライブあったんですけど、来てくれた方ありがとうございました。どっちもね、15分だったから、あっという間だったけど、あっという間でしたね。はい、パンダ見た感じこれしかないみたい。ささとかないか、ささのさあれなんてない、なんかな。出演料何人、出演料チェキやる。アフターなんとかパスとかもあるんでしょう。あ、なんかさ、夕方から入れるやつ、3時ぐらいから入れるやつだっけ、あるよね。もうなんだかんだ3時からとか行ったことないかもしれない。行くとしたらね、なんかね、いつもね、そう、午前中とか1時2時とかかな、今年行ってる。今年ね、今度もちょっと早くなりそうなのでね、そう、そんな感じなりそうだからと思って、そう、そういうこと。よくなんか1日とかにね、だからでもさ、なんか
あのハリーポッターをもうちょっとさ楽しみたいからさ、ハリーポッター好きだからねと思って、だからハリーポッターをそうちょっといっぱい通いたいなっていう気持ちもある。あとユニバあんまり知らないから、そう知りたいっていう、せっかくこっちにいるんだったらって思って、クリスマスのハリーポッターも行きたいからユニバス買おうかなってめっちゃ待ってる。マロちゃんこんにちは、クマちゃんこんにちは、クマちゃんです。年パス高いやろけど1ヶ月で考えるとどれくらいで元取れるんやろうね。え、なんかね、普通にあの2回行ったらほぼ元取れるから、私はあの今年3回目だからあの本当に損してると思って、そうあれあれってしてる。みんなどう思う？年パス所持者さん、あの教えてくださいの気持ちなのよ。ユニさん、ナルマさん、アルハンドさんです。赤い衣装グッジョブでした。あ、そう、今日はね、久々にね、初級赤い衣装と、と、あとは、デニム衣装でした。デニム衣装とあって、4人。なので、まだね、ギリ、着れる季節っていうのがあるんでね。ちょっと待ちきってことか。みっちゃん、美しい心が潤いました。ありがとう。ってことさ、こちらこそありがとうです。美味しい。と思ってもらえた。ハリーポッターはできてすぐに乗ったの懐かしいな。当時3時間待たされた。わ、3時間今はそんな困らない？前行ったと90分並んだ。そう。あとさ、あのさ、あれめっちゃ混んでるくない？なんかヒッポグリフの方、ちっちゃいジェットコースターの方がめっちゃね、あの並んでるやつ。ハリーポッター何もわからへん、とても楽しいのかなって。でもね、好きな人は好きって感じよな。好きだからめっちゃさ、楽しいってなるし、あの世界観に入れるのがめっちゃ最高って思って。でし、私が似てるって言われる嘆きのマートルにも、嘆きのマートルが出てくるからのね、声がね聞けるねところがあるの、それがもう最高と思って、それにね感動した。声をね聞きに行くし、もうハリーポッターの乗り物もまだ1回しか乗ってないから乗りたい、乗りたいのよね。前回行った時やってなかったからさ、ちょっとどうしても乗りたいと思っている。ティルハルマーキさん、こんにちは。こんにちは、くまちゃんです。ウッサンさん、初見さん、ありがとうございます。とりあえず2回行くと元取れるなら、好きな人や通える人はいるよね。うんね、いいよね。年パス持ってるのちょっと憧れる。ディズニーとかも今はないけどさ、昔あったりするとね、学校帰りとか行くとか楽しそうだなってめっちゃ思う。よくハートありがとうございました。できてすぐだったもん。結構大きなアトラクションなの。あ、やばいやばいやばい。大きなアトラクションだしね。姉さんお腹すいた？何も食べてないの？え、実はハリポッターすごく好きです。え、そうなの？知らんかった。いいよね。本当に最高。なんかなんか非現実的なやつめっちゃ好き。あの本当にホグワーツに入りたかったです。バックトゥーザフューチャーなくなったから、あ、言ったけど、
あれめっちゃ良かったみたいな聞くよね。最近なんかさ、めっちゃさ、アニメみたいなさ、ばっかりあるイメージ。アニメがすごい。アニメ、そのさ、ファンとはさ、めっちゃいいけど。ね、アニメとかね、いいよね。なんか落ちた。壊れてない。え、もうね、壊れてない。本当に今、医者の難民すぎる。見て。あのね、結構長くから使ってね、最近こっちにしてる。今はもう新しいアイシャドウね、買わなきゃなってしてるけど、なんかどれがいいかなって迷ってる。ロッカーさん、こんばん、くまちゃん、こんばん、くまちゃんです。商品わからんって女の子とかしかわからんの。そういつも昨日とかもちょっとお買い物行ってさ、どうしね、ゲットしない、ゲットしたいなって思って迷いに迷って結局買わなかった。迷っちゃって困ってる、その辺。そう、なんかいっぱい使ってたやつがね、ほとんどね、切れ始めて、いろんな、割れちゃったりとか、なくなって、使い切ったりとかして、そんな感じでね、そうなの。最近のメイク事情でした。なのでしょ。ちなみに今何分か教えてください。何分ですか？あ、ない。違う世界に入ってる感が あった。いいよねって。え、それはそう。なんかね、その世界に入れるのっていいよね。はい、なんていうの、引き込まれるというか、めっちゃすごい。ちょうどなんか最近さ、そういう話をする機会が、なんかその同じ映画とかでもさ、なんでもう一回見たいと思うんだろうねってなって、でもやっぱさ、その世界にもう一回入りたいとか、あのシーンもう一回見返したいとか、そういうのに出てくるさ、キャラクターとか役の人とか会いたいみたいな、なんかそういう感情だからかなみたいな話をしててさ、ね、確かにって感じ。オッケー、そちらって、こんにちは、くまちゃんです。じゃあさ、ね、フライパンのサイズ何センチだったっけ。え、20センチぐらいじゃん、まあ、そんな大きくないよ、そんなに大きくないの。ふしさん 2.5 ハートありがとう、お邪魔し。お昼頃まで家の用事手伝って30分くらい前に起きた。近所の図書館。え、最近ね、図書館に行ってないの、行けてないの。一時期さ、図書館に行ってさ、本読むことが多くてさ、っていうのにハマってた。でも最近は行けてなくて、だからね、読み途中の本とか一個あったり。でもね、あのなんかね、小説だったらさ、その日にさ、そう、何、読み終わらないからさ、小説だと何時間もかかるじゃん。だからさ、読み終わらなくて、ちょっとずつ読んで、ちょっとずつ読んでしてた、図書館に行ってた時ね。でもやっぱそうなるから、子供の本読んでたでもね、行くのがいつもね、夜とかだったからね、あまり人がいないからさ、そう、そんなに恥ずかしくない。子供のエリアでね、そう、子供のエリアで子供の本読む、子供の頃読んでたなっていう本とか、その時にはさ、最終巻まで出てなくてさ、小学校卒業しちゃったとかあったからさ、それを最終回とか
この間読んでめっちゃ、こうやって終わるんだと思って面白かったし、あのサクッと読めるじゃん、このまま本だったらと思ってしてた。なお、54分、ありがとう。行って涼んでる、来る。確かに図書館涼しいから楽よな。よっちさん、こんにちは。こんにちは、くまちゃんです。野外フリーライブあれば行きたい。ぜひぜひ来てね。で、一応ね、今日もあるんだけど、この後またね、そうそうそう、ぜひいろんなところでしたいですね。わかりないんだって、そう、お家でさ、読まないかなと思って、やっぱね、図書館に行ってね、読むっていうのもまたね、そういいかなと思って、借りずにあの図書館をで読んだりしてる。近くの神社で祭りしてるっぽくて、ちょっと騒がしい。まだお祭りやってるところあるんだね。確かにあったかい。ちょっと真夏よりは過ごしやすい。本とか読むタイプじゃないから、新聞、あ、新聞ね。へえ。中学の頃は雨なら昼休み図書室でカムイ伝読んでた。へえ。漫画系のやつとかね、あの面白いよね。めちゃくちゃわかるね、だからなんか映画のさ、面白さにまた、あの、あ、こういうことなんだなっていうのをすごい実感した。そのあのシーン見たい、もう一回見たいとか、その世界に生まれたいとか、そういうね、そうそうそう、と思った。そんなね、改めてそんなこと思ったことなかったけど、確かに確かにって思いましたね。中学生の頃読んでた本で思い出すのは、二人のブルートレインと座敷わらし一郎太の修学旅行。どっちも知らんかった。中学生の時何読んでたかな。ミッケとかめっちゃ知ってた。小説とかじゃない。なんかね、何だろうな。小説とか何読んでたかな。なんかジブリとかのなんか絵本、絵日記帳みたいな、なんかさ、あの上に絵があって下に文字があるみたいなやつめっちゃ読んでた。こんな感じかな。あ、でもなんかね、あの学校のクラブ、なんか4、5、6年生が絶対に入りましょうみたいな、なんかクラブがあってさ、なんか小学6年生の時読書クラブに入ってた。読書クラブに入ってただひたすら1時間本を読むっていうクラブに入ってた。ちょっとこの前のオッツの野外はそこでするって思って衝撃やった。え、そう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 、すごかったね、この間のオッツ。新鮮でした。見た、めっちゃさ、あの木って感じ。大きな木がいっぱい周りにあってさ、新鮮だった。そこがね、その辺が。私の弦はどこかしたな。あ、なんか絶対通るよね。小学生の時先生とかにおすすめされるというか。バナちゃん、こんにちは。こんにちくまちゃんです。月の部屋から、こんにちくまちゃん、こんにちくまちゃんです。ゆうたさん、こんにちは。体調気をつけて頑張ってな、ありがとう。ゆうさん、まあ、ライブ頑張ってね、ありがとうございます。フランスのつもりなのにあっさり見ちゃって自分で笑ってた。嬉しい。今何分ですか？これ時計がない時のさ、ね、みんなに聞くけど、時計こういう時にやっぱ持ち歩いてた方がいいんだろうなっていうのを実感するよね。時計とかってやっぱね、意外とさ持ち歩かないというか、ね、でもこういう時にもやっぱアップルウォッチってさ便利なんだろうなって気づく。
でスイカピンってできるのとか、あと電車もなんか調べられるのがめっちゃ便利そうだなって思うのよ。中学の頃は香川一郎ばかり読んでたな。初めて知ってた中学生の頃何読んでたかな。なんか朝の読書とかね、やっぱ小学生の時よりさ本格的に なるというか、ちゃんとなんか小説って感じになってた。でもなんかさ何読もうってなっちゃってさ、あの最初はパパにおすすめしてもらった本を読んでた。16時2分ありがとう。コメダもサイズも人がたくさん。日曜だもんね、本当に日曜だから仕方がないですな。日曜じゃなくてもさどこ行ってもね、もう審査員の人とか外国人さんとかすごいからねってなるよね。すごいすごいあ、危ない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 、セーフ。まあそんな困難でね、そろそろランキングを読みたいと思いますよ。ゆっくり座って小腹を満たしたい。確かにゆっくりできるところはなんか心斎橋とかあんまりなくなってきてるイメージ。あの観光客さんがいっぱいだからね。13位はテルハルマキさん、ありがとうございます。12位ポカリンさん、ありがとうございます。11位マルコさん、ありがとうございます。10位ジムリーフィトーさん、ありがとうございます。9位はヤンさん、ありがとうございます。8位クリリン、ありがとうございます。7位ゆめさん、ありがとうございます。6位ブシーさん、ありがとうございます。5位はユウくん、ありがとうございます。4位ソロさん、ありがとうございます。3位サガミさん、ありがとうございます。2位がシェルルさん、ありがとうございます。そして1位がシンジさんです。ということでね、皆さんありがとうございました。もう一つの野外楽しんでね。この後はねリバープレイス、めっちゃ久々な気がする。リバープレイスさんで17時10分からライブありますので、聞いてくださる皆さんよろしくお願いします。お疲れ様、ありがとうございました。まだまだこの時間も暑いのでね、涼んで涼んで元気に過ごしてください。ではありがとうございました。またねー。